皆さん、こんにちは。もっと自由に、もっと自分らしく、結婚式準備もできる EC サイト、コーディのスタッフキーと、スタッフまゆです。お願いします。お願いします。今回は、今、大人気のフォトウェディングについて深掘りしていく動画になっています。はい。フォトウェディングの概要であったり、プラン内容、相場はどのくらいなのか、どうやって選べばいいのか、など、どんどんまゆさんに聞いていきたいと思います。はい。では早速、はい、フォトウェディングとは何でしょうか。はい、フォトウェディングとは日本語にすると写真結婚式という写真結婚式、はい、ということなので、あの結婚式をしない代わりに写真で残す結婚式 の形ですね。いわゆるフォトコンということですね。あ、そうです。フォトコンっていうのが分かりやすいかもしれないです。フォトウェディングはこうハネムーンを兼ねて海外で撮影をされるなんていうのも人気があります。結婚式を例えばするまでは希望としてはないけれども、やはり結婚したタイミングで何か形に残したいであったり、例えば親御様からなんかお二人の晴れ姿が見たいななんていうお声がある場合に、あの結婚式の代わりにフォトウェディングを選ぶという方がすごく今増えているようです。はい、今では結婚式のスタイルの一つということですね。はい、フォトウェディングはチャペルなどで撮影するんですか？あ、そうですね。すごく今あの一番人気があるって言われているのはチャペル内で撮影をするというのもあります。それも含めると撮影する場所というのはスタジオで撮影をするパターンと、あとはロケーションで選んで撮影をするという2つのパターンが主に人気です。スタジオ撮影と呼ばれるものは、あの実は今かなり全国にウェディングができるスタジオというのをネットで検索するとたくさん出てきますので、あのそれ専用に、例えば背景が本当に結婚式らしい素敵な背景になっていたり、お花がいっぱいあるスタジオだったり、あの選ぶことができると思います。2つ目のロケーションフォトというのは、本当にお二人が一から好きな場所を選んで、それに合ったカメラマンさんを選んで撮影をするというスタイルになります。あの最近だと東京駅周辺で花嫁さん、はい、見たことあります。ありますよね。はい、あんな風に素敵な花嫁様たちがお写真を撮影しているのもロケーションフォトの撮影の一つになります。あの本当に思い出の場所だったり好きな場所だったり、それこそチャペルとか海だったりっていうのを自由にカスタマイズすることができると思います。フォトウェディングの魅力は何でしょうか？はい、フォトウェディングの魅力、まず一つ目は場所です。やはり結婚式では残せないような場所での写真が残せるっていうところ。二つ目は時間です。時間、はい、時間です。結婚式は3時間半という、時間がほとんどだと思うんですが、その中で写真を残すとなると、お二人だけじゃなくてゲストの写真もカメラマンさん撮らないといけないと思うんですが、フォトウェディングの場合は1日かけてもうカメラがずっとお二人の表情やあの仕草を捉えているので、あの本当に、その時間が魅力の一つです。そして3つ目、最後は費用を抑えることができるというのが魅力の一つです。相場や費用に含まれるものを教えてください。はい、大体あのこれはゼクシーの結婚式トレンド調査、昨年のものになるんですけど、結婚式自体にかかる費用の総額の平均って大体360万円ぐらいと言われています。はい、でこれに対してフォトウェディングになると、スタジオ撮影は大体平均10万円前後ぐらいで、ロケーション選ばれる場合の撮影は大体10万円から20万円ぐらい、ちょっと幅があるかなと思います。プランの中に含まれるものとしては、まず写真自体の撮影料だったり、お衣装ですね、ご新郎様ご新婦様の衣装1点ずつが着付け、ヘアメイク、ドレスに付随する小物というのがプランに入っていて、大体10万円ぐらいというのが平均かなと思います。でまたそれプラス、もちろんデータであったりアルバムをつけたいよとか、あとはそのロケーションに行く出張料だったり、そういったものをつけるとやはり20万円とか30万円するプランも多いんじゃないでしょうか。なので、あの最初にネットで調べた時に、この例えば5、6万円でできますよと言っても、よくよく見てみた
からデータがついてなかったり、アルバムがついてなかったりなんていうことも多いので、しっかりプラン内容は事前に確認することが大事です。ネットなどで選ぶ際のポイントを教えてください。はい、例えばまず一つはそうですね、やりたいことがまず叶えられるのかというところを確認しましょう。はい、例えばお二人が着たいドレスを重視したいだったりとか、この場所で撮影することが絶対なんですという希望があるのか、それがプランの内容とマッチしているのかを確認しましょう。はい、2つ目はやりたいことがお二人の考える費用でできるのかということもすごく大切なポイントだと思います。はい、例えばドレスも着たいし和装も着たいとなると、和装はオプションになるっていうことも多かったりするので、そういったところでしっかり費用感と内容を確認することが大切です。はい、あと最後にとっても大切なのは、やはり調べながらでいいんですが、お二人でどんな希望なのかをしっかり話し合うということが大切なんじゃないかなと思います。やはりあれもこれもと言ったら結婚式と一緒で費用が上がってしまったり、何かこう場所に制限があったりというのがあるので、何をお二人が優先して今回写真を撮りたいのかをぜひ話し合ってみてください。ちなみに費用の節約術はありますか？節約術ですね、はい、なるほど。ちょっとこれも場合によるとは思うんですが、はい、節約できるかなっていうポイントとしては、まず平日に撮影をするは一つポイントです。平日に撮影、はい、何でですか？やはり土日休みの方が多いので、土日はすごく人気ですが、平日っていうところは、どこもそうですね、平日の方が何か映画も安かったりとか、そういう形でプランに割引があることが多いです。はい、あとは希望にもよりますが、和装よりも洋装の方がやっぱりお衣装代が節約できます。あとはロケーションフォトよりも比較的スタジオ撮影の方が費用が抑えられたりします。はい、はい、ロケーションフォトになると、やはりお二人の希望に合わせてカメラマンどこまでも行くよっていうパターンも多いですので、その出張費や移動料金がプランに含まれているということもあります。はい、あとはですね、アクセサリーや小物といった持ち込めるものは自分たちで持ち込むという、結婚式と同じになりますが、それもおすすめです。ただ場合によっては持ち込み料がかかるって言って逆に高くなってしまう場合もあるので、しっかりそこは事前に確認をしましょう。あと最後はそうですね、データだけプランに追加をして、アルバムは自分たちで作るっていうのもおすすめの手作りの節約ポイントになります。フォトウェディングのメリットについて教えてください。はい、そうですね、まず一つは費用が抑えられるということです。結婚式をやる大体10分の1ぐらいの金額ですることができます。はい、二つ目は結婚式準備がないので、短期間で実行できるというのもおすすめのポイントです。例えばもう今月中に写真を撮りたいだったり、すぐにお写真を撮りたい方にとってもすごくいいんじゃないでしょうか。3つ目はお二人の都合に合わせることができるということです。結婚式と一番違うところは、やはりゲストがいらっしゃるかいらっしゃらないかというところなので、結婚式の時はやっぱりこの方の都合とかあの方の都合とか、いろいろ考えてスケジュールを組むと思いますが、もうお二人の都合に全て合わせて組むことができるのもメリットの一つです。はい、続いてデメリットについて教えてください。はい、デメリットすごい難しいですが、やはりその写真に撮られ慣れてない方にとっては結構ああいうポーズしてくださいとか、もっと笑ってくださいなんて言われて、そうすごく難しいし、これ実はすごく疲れます一日ですもんね。はい、一日中表情や姿勢を意識して、普段着慣れないお衣装を着て撮影をするというところなので、本当にちょっと心と体に余裕があるときにすることをおすすめします。はい、あとはこれはお二人というよりは、例えばお二人がフォトウェディングでしたいと考えていても、後からご家族がなんで結婚式やらないのなんていう風にちょっとした家族問題に発展する場合なんていうのも耳にしますので、
もしフォトウェディングをする場合もご家族にその旨は事前に説明しておくと安心されるのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。結婚式準備と同じようにフォトウェディングの準備をしている期間であったり、当日のことなど写真だけではなくてそのこともとても記憶に残っていい思い出になるんだなと思いました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。